皆さん、おはようございます。エイトです。本日はですね、もう大会が終わってどんぐらいだろうな、1週間半が経ちました。大会が終わってからの僕の過ごし方、1日の食事、どんなものを取ってるのかっていうものを今日は皆さんにお見せできればなと思います。ただいまのコンディションはですね、こんな感じです。脂肪が乗りすぎてない感じですかね。では見せていきます。それではまず朝ごはんを作っていこうと思うんですけど、大会が終わってね、ようやくこういろんなものが食べれるようになりまして、それではまあただいま調整をしているっていう感じなんですけど、今日作っていくのは大会前に見てたけど作れなかったネイチャー館さんのオーツを使った簡単蒸しパンっていうのを作っていこうかなと思います。それではまずオーツパウダー、これを 60g 入れます。メンズなんで60、女性やったら30から40とかでいいんじゃないですかね。そしたらお次はプロテイン、抹茶の蒸しパンケーキ作ろうと思うので、こちら、はい、僕が一番好きなやつですね。そして次サイリウム、これを 4g ですね。はい、4g。 そしてベーキングパウダーが 1g。 あかん、結構いってもうた。うわっ、ここに減量の時には使えなかったこちらの豆乳使っていきたいと思います。そしたらこんな感じになります。ここからなんですけど、ここに卵を一つ追加します。この卵がね、大事だと思う。はい、そうするとこんな感じでなりますね。これをレンジで500ワットで3分半ぐらいチンしていきたいと思います。はい、それでは準備ができました。蒸し、こちらが蒸しパン、こんな感じです。そして韓国で買ったグラス、では早速食べていきましょう。あ、クレーターみたいなのできた。まあパンだからね、ちぎって食べてあげよう。信じられんぐらい口の周りが汚れてるな。なんかいい作り方あったら教えてください。まさか、うん、それではこれ食べたら編集して、今日は朝ゆずちゃんのトレーニングがあるので、ゆずちゃんのトレーニングしていきたいと思います。それではただいまが9時34分です。これ食べたらね、ゆずちゃんの元へ行こうかなと思います。今から食べるのは馬肉ユッケですね。見えるかな、うん、さっきまで綺麗だったんだけど、ね、馬肉ユッケに卵を1個追加してます。これはまあ朝もですけど、脂質がねちょっとしかなかったんで、この馬肉ユッケと、あとはこれじゃがいもを、これは 250g で、あとの2食分ってのは 200g になってます。馬肉結構な最後の方食ってたけど、よかったなって思う。なんかエネルギーも続く気する。ただ高いよな。それではさっさと食べて、多分ゆうちゃん相当待ってるような気がするから、まあ、ちょっと今日外楽しみにしようと思うから行ってやるわ。レッツゴー。はい、それではアウンズジュームに到着しました。今からゆうちゃんのパーソナルをやっていきたいと思います。ありがとうございます。頑張っていきましょう。前回下半身やったんで、まあ、今日下半身もある1種目ぐらいなんで、その後は上半身やって、まあ、背中難しいって言ってたんで、まあ、背中の腰とかもちょっとお伝えしつつ、他に何かやりたいのかな。もう、うん、まあまあまあ難しいもんね、肩。肩のコツも教えてあげるよ。もう、あの腕上げたら折るから。え？どんな感じでやっていきましょう。レッツゴー。
お姉ちゃん登場。おはー今日は足をして、その後上半身ですね。肩がわからないって言ってたから、ちょっと肩も教えてあげようかなと思います。頑張ってください。頑張るよ。これなんだよ。デルタフィットネスさんの方に到着いたしまして、あと撮影が多分ね1時半とかからだと思うんで、お腹空いたので食べたいと思います。はい、それではご飯は鶏胸肉と、じゃがいも。鶏胸が 150g、 ちょっと前までねもっと多く取ってたけど、今はあえてちょっとだけ少なくしてます。というのも理由としては、まあ、おそらくね減量中もそうだし、ずっとねタンパク質を結構取ってたっていうのがあって、内臓がちょっと疲れてるかもしれないんで、あえて少しタンパク質量を減らそうかなと。ただ夜とかねなんだかんだ食べてるんで、こうやって昼の時間帯をちょっと減らしてあげて、まあじゃがいもとかしっかりと食べて過ごしたいと思います。これはね大体ね大会が終わってから1週間から3週間ぐらいはそういった風に調整をしております。それではご飯を食べてバイタスさんの撮影頑張っていきたいと思います。野菜の代わりに取るって感じ。そう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 。でこれは僕は減量末期の時に取って体感してきたような感じがあるんで、引き続き増量期もちゃんと定期的に取りたいなと思って、なんでしっかりと今取ってますね。4畳。何これ。鶏と卵と白米。今白米何グラム取ってる。白米
うん、1日800かな。おー、いいね。カーボ300。はいはいはい。どんぐらい増えた、体重から。今8キロ9キロぐらい。ああ、ちょうどいいね。こんぐらいのコンディションキープして、ちょっと筋肉力増やしていこう。頑張りましょう。頑張りましょう。かっこよ。これマジ映ってるの誰？But it's too late now. I remember you and me. And how can you? オールアップ。オールアップ。ありがとうございます。マジでうまい。マジでうまい。ありがとうございます。本当に。チョコガチうまい。ありがとうございます。もちろん飲みたい。ジャミエイトさん、はい、おたくさんあったんで持ってきたんですけど、バイタスなんかいっぱい種類があるけど、うん、なんかこの他にもさ、うん、マンゴーとかあるやん。あ、あるね、あるね。今チョコも飲んでたけどさ、うん、どれが一番うまい？チョコっす。あ、チョコ、はい、でもね、これ珍しいタイプだと思うの。うん、いろんなさ、企業もちろん出してるけどさ、うん、1位でチョコくるってあんまないというか、他のなんかヨーグルトとかさ、他の味が結構上位くると思うんだけど、あれは結構ダントツでチョコだね。何が違うの？なんだろうな、なんかちょっとミルクチョコっぽい味がする、バイタスのは。EA ですけど、キウイ味とプロテインのキウイ味あるじゃないですか。僕はちなみにこっちのプロテインの方が好きです。あ、了解っす、はい、でも全部美味しいから、うん、まあそれこそチョコとバナナ混ぜて見たことある？ない。チョコバナナなんの？マジ。まあそらそうやと思う。結構チョコバナナ、それそれで美味しい。いちごも思った以上に酸味とかもあるから、結構フルーティーに飲めるから、これおすすめです。もらえるもんもらってこう。ありがとうございます。すいません、今日は買ってお疲れ様です。お疲れ様です。髪の肉でいいです。行きましょう。で、まあ、青くなってきます。うん、長いね、これ。カメラマンの高橋さんです。いっぱいになります。でかくね。これは3週間の期間っていうのはすごく大事な期間になります。でもね、大会終わったのに節制し続けるっていうのは多分きついと思うんで、こういった楽しみがあるっていうことは、それ以外をちょっとね節制してみて、コンディションを整えて少しずつ体重を乗せながら、トレーニングをするっていう形を取ると、体はもうめちゃくちゃ調子が良くなります。それこそ多分こういう風に焼肉ほぼ毎日食ってますけど、それ以外の食事をやっぱ鶏むねとじゃがいもとかにしてるから、今のコンディションとか溜めて出るし、来年に向けてもきっといいカードを作れると思うので、大会終わりの過ごし方っていうのを、まあ、どうしたらいいかなって考えてる方は、こういったやり方を試してみてください。そんな感じで本日の動画は終わりたいと思います。この動画がいいなと思った方はぜひ
いいね、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。でもこれ足やばい。先生、完璧ですね。いやー、確か日本でも結構有名な音楽のダンスサークルかなんかの。ですよね。お墨付きだわ。トゥワイスとか入ろうか。ありですね。